サガルド、または、サガルドアワー、スペインとフランスにまたがるバスク地方で生産され、サガルドテギと呼ばれる、醸造所、レストランなどで提供される、シードルの一種である。バスク料理を構成する要素の一つである。バスク州ギプスコア県が主要産地であり、サガルドテギは、アスティガラが周辺に多く集まっている。サガルドテギで飲まれる以外には、 ワインやビールのようにボトル詰めされて売られている。サガルドの大部分は非炭酸であるものの、グラスに注ぐ際には、高所から落とすエスカンシアールという注ぎ方で気泡を含ませる。サガルド手技では、ただのオムレツやステーキ、マルメロのゼリーやナッツと共に食される。2003年のスペインの種類販売量はビールが315万キロリットル。 ワインが128万キロリットル、上流種類が25万キロリットル、シードルが8.5万キロリットルだった。ヨーロッパにおけるリンゴ種の販売量は、イギリスの57万キロリットルが別格であり、スペインの8.5万キロリットルは、フランスの10万キロリットル、ドイツの7万キロリットルなどと同等である。スペインでリンゴが生産されているのは、 比較的冷量なビスケー1がのみである。その中でもアストリアス地方とバスク地方がリンゴ種の産地として有名であり、バスク地方ではスペイン全体の約20%を、それ以外のほぼすべてをアストリアス地方で生産している。バスク地方のリンゴ種はアストリアス地方のリンゴ種よりも酸味が強いとされる。 ビンイリのサガルドバスタンダニでのサガルイコールダンバスク地方のリンゴ種が初めて文献に登場するのは11世紀や12世紀に遡る。1014年にナバーラ王三ョ三世がレーレ修道院に特使を送った記録の中でリンゴ栽培とリンゴ種生産に言及した。1134年頃には巡礼者アメリピコドが日記コーデックス・カリスタイナスで バスク人は、リンゴ栽培とリンゴ酒を飲むことに卓越していると言及した。16世紀の宗教裁判官である、ピエール・デ・ロンカーもまた、バスク地方を、リンゴの土地であると言及した。北西大西洋のグリーンランドやニューファンドランドに、遠征する、バスク人捕鯨者や、漁業者は、リンゴ酒を真水より優先して使用していたことで知られる。 特にワインの流通が困難だった山間部でリンゴ酒が広まりワインをリンゴから生産するアルコール飲料であると認識していた地域もあったとされる。歴史的にバスク地方の農場の大部分はリンゴ園を所有していたしバスク語の姓やバスク地方の地名の多くはリンゴ栽培やリンゴ酒生産と関係している。その最初期の例として 1291年には、シャガロと呼ばれる場所が、ナバーラ地方の文献に記載されている。1348年以降に書かれた文献には、広いリンゴ園の意味を持つ、シャガスティサバル。リンゴ園の意味を持つシャガスティ。二つのリンゴ園の意味を持つ、ビシャガスティ。リンゴの道の意味を持つシャガルビデ。新しいリンゴ園の意味を持つシャガスティベリ。美しいリンゴ園の意味を持つ、シャガスティエデル。 上部のリンゴ園の意味を持つ、シャガスティゴイテや、少数のリンゴ園の意味を持つシャガステ口などの性が記録されている。その後にもサガルドの生産に関連する生として、圧搾機を意味するドラレ、圧搾機の家を意味するドラレチェ、新しい圧搾機を意味するトラレベリ、大きな圧搾機を意味するトラレサル、小さな圧搾機を意味するトラレチュピ、二つの尊を意味するウパビ、 孫の建造を意味するウペラ的などが登場する。演奏中のチャラパルタ奏者バスク地方に伝わる。チャラパルタという打楽器は、リンゴ酒の製造と密接に関係している。リンゴ酒の破砕に用いるキータを、円筒状の棒で叩いて、打楽器としたものであり、リンゴ酒の発酵が終わると隣人を呼んで祝うために、叩かれた。あまり知られていないものの、 シャラパルタに関連する楽器に切りこけたがある。リンゴ種は妊娠中の女性にとって好ましいものであると、する言い,い伝えがある。バスク地方には、サガルドは子供をもたらす。サクランボは子供を奪う、というバスク語のことわざがある。スペイン語にもよく似た、シードラは良い。サクランボは、悪いということわざがある。バスク地方に、伝統的に伝わるベルチョラリは、 リンゴ種、サガルドテギ、リンゴ種生産を題材にすることがある。以下に示しているのは1893年に歌われたベルチョである。エルナニのサガルドエグナ伝統的にリンゴの収穫は共同作業であり、圧搾機を所有していない住民も収穫時の貢献度に応じてリンゴ種を受け取ることができた。しかし、19世紀には、 リオハラベサでワイン生産が拡大し、また穀物生産や、それに関連する、ビール生産が拡大すると、リンゴ酒の消費量は減少し、リンゴは、リンゴ酒の原料としてではなく、生食用の果物とみなされるようになった。20世紀初頭、バスク地方の各県は、リンゴ酒生産を支援し、リンゴ園の植栽に補助金を出したが、 1930年代後半のスペイン内戦とそれに続く苦難の結果、多くのリンゴ園が放棄されて、リンゴ酒の生産量は急減した。この期間のリンゴ酒生産はギプスコア県を除いて実質的に停止した。1980年代、ギプスコア県スルビルの町は、リンゴ酒の飲酒を促進するためのサガルドエグナの先駆者となった。 ウスルビルのサガルド・エグナが1981年に初開催されると、ウスルビルの成功に他の町も続き、自らの町でもサガルド・エグナを祝うようになった。伝統的手法によるリンゴの収穫バスク語で、リンゴはサガーと呼ばれる。リンゴ種生産には多くのリンゴ品種が使用されている。バスク語学者のレスレクシオン・マリア・デ・アスクエが1905年に、 出版した辞書だけでも80品種以上のリンゴが記載されている。生産者が求める個性に応じて異なる品種が使用される。大半のリンゴ主要リンゴ品種は各年欠実性であり、収穫の翌年には加賀をつけるだけで実を結ばない性質を持っている。バスク地方のリンゴ種はアストリアス地方のリンゴ種よりも酸味が強いとされる。 リンゴ品種バシェリに並べられた、リンゴ機械を用いない伝統的なリンゴの圧搾手法16世紀の典型的なサガルド定義は、タイル屋根を持つ2階建ての農場家屋であり、圧搾室、貯蔵室、調理室の3つの部分からなっていた。伝統的な製造方法では、木槌で押しつぶして、リンゴを破砕し、木箱に入れて圧搾し、クルミの大ルで、 野生発酵させるか乳酸菌で自然発酵させる。かつてのバスク地方では、木槌で長桶をリズミカルに叩いて、発酵の終了と新種の完成を村人に伝えた。現在でもバスク地方で演奏されているチャラパルタは、この情報伝達から生まれた楽器とされている。年間30万リットル以上を生産する、大規模生産者は10社以下であり、大規模生産者は、 総生産量の約60%を生産している。年間14万から30万リットルを生産する中規模生産者は10社から20社であり、中規模生産者は総生産量の約20%を生産している。年間14万リットル以下を生産する小規模生産者は約50社であり、小規模生産者は 総生産量の約20%を生産している。バスク地方で最も生産量の多い企業はナバーラ州レクンベリに拠点を置くエンバサドスウェバ社であり、スペインでは発泡性リンゴ酒の市場をほぼ独占している。バスク地方とアストリアス地方でリンゴ酒の製造方法に大きな違いはない。イガルトベーティバシェリ博物館にある 取られアルコール生成に必要な糖度、変色を防ぐ十分な酸度、味わいのもととなる十分な苦味を得てから、周期にリンゴが収穫される。収穫したリンゴを洗浄した後、苦味を生み出す種子を除いて果実が破砕される。伝統的には木桶に入れたリンゴを木製の木根で破砕していたが、今日では衛生面や製造量の観点から、 ステンレス製の破砕機が使用されることが多い。その後果汁と果皮などを侵取するマセレーションを行い、マストが集められた後に圧搾機で果汁を絞り取る。ゼラチンなどで成長した後に損に入れられて熟成される。発酵には2段階の過程がある。第一段階はアルコール発酵であり、高気象処理で天然の糖分がアルコールに変質する。 この過程は状況に応じて10日間から1ヶ月半続く。第2段階はリンゴさんが乳酸に変質する過程であり酸味が減少して飲みやすさが増す。この過程は2ヶ月から4ヶ月続く。折り引きを行うと完成でありボトル詰めされる。収穫の翌年1月頃に発酵を終えて完成品となり1月から3月に 新種試飲会が開催される。この試飲会の際に、各醸造所は、有力者や著名人を招いて大々的な行事を行う。完成した、リンゴ酒は、一般的に5から6%のアルコール度数である。スペインの法律では、アルコール度数が4.5%以上、に酸化量が1 0 0ラムリットル以下、揮発性有機酸が2 2ムリットル以下、 二酸化炭素圧力1.5アトム以上と規定されている。サンセバスティアンにある反伝統的なチョッツ20世紀を通じてリンゴ酒はワインよりも生産地域で消費される傾向が強かった。今日ではバスク地方で生産されるリンゴ酒のうち90%以上はギプスコア圏で生産されている。ギプスコア圏内で収穫されたリンゴだけでは まかないきれず、フランスやガリシア地方から原料を輸入しているため、地元産リンゴは60%程度である。約10%はシーズン中にサガルドテギで飲まれ、約10%はアップルビネガーの製造に使用され、残りの約80%はボトル詰めされて販売される。主に 750ml のガラス瓶に入れて販売され、スーパーマーケット。 食料品店、酒販売店、醸造場レストランの売店などで販売されている。本来は、ボトル詰めする習慣がなく、醸造所のクテラと呼ばれる樽から直接グラスに注いで、飲まれた。損から勢いよく、飛び出た、リンゴ酒を、グラスの側面で受け、気泡を含ませて3センチメートルほど注ぎ、数口で飲み切るのが、伝統的な飲み方である。 民主開港期の1976年、バスク地方のリンゴ種の総生産量は約200万リットルだったが、バスク州発足後の1983年には約800万リットルにまで増加した。その後はやや停滞したものの、1990年代には再び着実に増加し始め、世紀の変わり目には900万リットルを突破した。年間生産量の 約50%がギプスコア県で販売され、約35%がバスク地方の他地域で販売され、残りがスペインの他地域及びスペイン国外で販売される。大半のリンゴ種は非発泡性であるが、わずかに発泡性のサガルドも製造されている。かつては現在よりも多くの発泡性リンゴ種が生産されたが、 その多くは1980年代に閉鎖された。薄るビルにあった4軒のうち残っているのは1軒のみである。シーズン公式なバスク地方のリンゴ酒のシーズンは毎年1月19日に始まり、4月または5月まで続く。ボトル詰めされたリンゴ酒は1年中飲むことができるが、ボトル詰めから1年以内に消費することが推奨されている。 ボトルからグラスに注ぐ際は、高所から落とすように注いで気泡を含ませる、エスカンシアールと呼ばれる注ぎ方を行う。セプロヒブタンビインライントロダクションデシドラ、エクストランヒアレ、エーメノスクエストセ、ハガデスプエスでコンシューマイダスラスデラプロビンシャル、ギプスコア地方のフェロ中世のギプスコア地方のフェロは、リンゴ種に言及している。今日の生産者は、 スペインの原産地故障制度であるデノミナシオンでオリヘン欧州連合の地理的表示である保護地理的表示バスク州の地理的表示であるエウスコラベルをサガルドに適応させようと試みているバスク地方にはリンゴ種を取り巻く特定の法制度は存在しないがスペインの法律では自然リンゴ種を加藤せず 内因性炭素ガスのみを使用して伝統的製法で生産されたリンゴ酒。アルコール度数は最低4.5度と規定している。1970年第25番精霊や1972年第835番精霊などでもリンゴ酒の生産方法を規制している。リンゴ酒と共に提供されることが多い干したらのオムレツバスク地方では、 リンゴ酒を提供する、醸造所、飲食店のことを、サガルドテギと呼ぶ。リンゴ酒は、酸味や苦味を合わせ持っており、様々な料理と合わせて飲むことができるが、特に揚げ物や牛肉と相性が良いとされる。今日のサガルドテギは、ステーキハウスとサイダーハウスの中間的な存在である。伝統的にサガルドテギでは、前菜として、パンやタラのオムレツ、メインとして、 ステーキ、デザートとして、マルメロのゼリーやクルミが提供される。サガルドテギという言葉は、バスク語で、リンゴを意味する、サガー、果実種を意味する、アルド、活動が行われる建物を意味する設備時、テギの3要素からなる。フランス領バスクの方言では、サガルノや、サガラノとも呼ばれるが、それは、バスクソ語で、果実種を意味するゴコンアーデノを反映しているに、 すぎない。今日のアルドという単語は果実酒を意味するが、本来の意味は発酵飲料だったとされる。ブドウを意味するマハッツ、果実酒を意味するアルドを組み合わせたマハツルノがワインとして文献に登場することで、本来の意味が証明されている。現代ではよりレストランの要素が強いサガルドテギが登場しており、圧搾機と料理場や、 食事空間が離れていない伝統的なサガルドテギは、ドラレサガルドテギや、トラレサガルドテギなどと呼ばれる。スペイン語で、サガルドテギは、シドレリアと呼ばれ、フランス語で、サガルドテギは、チャイアシードルと呼ばれる。多くのサガルドテギは、新種の季節に合わせた1月から4月までの期間、限定営業である。西ヨーロッパにおける、 バスク地方特にサガルドテギが多いギプスコア県アスティガラガの主要広場サガルドテギはスペインとフランスにまたがるバスク地方全体で見られるが特にギプスコア県中部のエルナニアアスティガラガ周辺に多く見られるギプスコア県アスティガラガには十二平方キロメートルの自治体域に二十一軒もの醸造所が存在し面積や人口の観点からはヨーロッパで 最もリンゴ酒醸造所の密度が高い場所である。2007年時点では、約60件のサガルドテギがある。スペインフランスシードルを提供するイギリスのバル、世界的に見て、伝統的に、シードルハウスは、農場家屋や田舎屋であり、地元で発酵させたシードルを提供している。地元の果樹園で栽培したリンゴを用いて、 敷地内で発行させたシードルを販売するために、かつて、シードルハウスは、現在よりもありふれていた。1970年代に行われたシードルに対する、課税や、社会的な変化などの影響で、多くのシードルハウスはその名前のみに名残を残している。イギリスのウエストカントリーには、いくつかのシードルハウスが、現存している。21世紀になって、世界的に、 シードルの人気が高まっており、特にオーストラリアのメルボルンにあるブランズウィック、ストリートサイダーハウスなどのように、バルケンレストラン風のシードルハウスが開店している。ありがとうございます。